本家本元日本史一問一答聞き流し動画、受験生が間違えやすい差のつく歴史用語。最初は等倍で選択肢を見て答える。だんだんスピードを上げて最後は2倍速で。次に今度は選択肢を見ないで答えを出す。これもだんだんスピードを上げて最後は2倍速で答えられればもう完璧。119戦前の文化。麦と兵隊の作者は誰か。石川達三、日野足平。日野足平。石川達三は生きている兵隊の作者です。次のうち発売禁止になった著作はどれか。麦と兵隊、生きている兵隊。生きている兵隊。東京音頭の作詞者は誰か。北原白秋、西条八十。西条八十。東京ブギウギ、青い山脈などを作曲し、死後国民栄誉賞を与えられた作曲家は誰か。古賀政男、服部良一。服部良一。120占領政策と戦後処理。終戦後の日本の統治形態はどれか。間接統治、直接統治、間接統治。占領政策の最高決定機関を何というか。極東委員会、対日理事会。極東委員会、対日理事会は GHQ の諮問機関です。極東委員会はどこに置かれたか。東京、ワシントン。ワシントン。東京に置かれたのは対日理事会です。降伏文書調印が行われた当時の内閣は何か。鈴木貫太郎内閣、東国宮鳴彦内閣。東国宮鳴彦内閣。鈴木貫太郎内閣はポツダム宣言受諾当時の内閣です。降伏文書が調印されたのは何月何日か。8月14日、9月2日。9月2日。8月14日はポツダム宣言が受諾された日です。重原喜十郎内閣の与党は何か。日本進歩党、日本自由党。日本進歩党。121戦後の経済の民主化。過度経済力集中排除法により分割された会社の数はいくつか。11社、325社。11社、325社指定されましたが、実際に分割されたのは11社だけでした。独占禁止法の違反行為を監視するために設置された機関は何か。公安調査庁、公正取引委員会。公正取引委員会。第一次農地改革が行われた当時の内閣は何か。重原喜十郎内閣。第一次吉田茂内閣。重原喜十郎内閣。第一次吉田茂内閣は第二次農地改革を行った内閣です。
第二次農地改革のため制定された法律は何か。自作農創設特別措置法、農地調整法、自作農創設特別措置法。農地調整法は第一次農地改革で改正された法律です。第二次農地改革では財産地主の貸付地保有限度は何町部と定められたか。1町部、5町部、1町部。5町部は第一次農地改革で定められた保有限度です。第二次農地改革では不在地主の貸付地保有限度はどう定められたか。1町部まで。認められなかった。認められなかった。122、民主化政策。旧立憲民政党系を中心に結成された政党は何か。日本共同党、日本進歩党、日本進歩党。翌参選挙での非推薦議員を中心に結成された政党は何か。日本自由党、日本進歩党、日本自由党。旧無産政党系で結成された政党は何か。日本共産党、日本社会党、日本社会党。戦後初の衆議院議員総選挙で第一党となった政党はどこか。日本自由党、日本社会党、日本自由党。日本社会党は日本国憲法公布後最初の選挙で第一党となった政党です。労働三法のうち最も早く公布されたものは何か。労働基準法、労働組合法、労働組合法。労働基準法は労働三法のうち最も遅く公布されました。1946年に結成された労働組合のうち右派の労働組合の名称は何か。日本労働組合総同盟、全日本産業別労働組合会議。日本労働組合総同盟、全日本産業別労働組合会議は左派の労働組合です。男女共学など戦後教育の理念を提示した法律を何というか。教育基本法、学校教育法。教育基本法、学校教育法は6334制の学校系列を定めた法律です。教育委員会の委員は最初どのように選ばれたか。公選制、任免制、公選制。1956年に任命制に変更されました。123、日本国憲法の公布と政治。 GHQ が憲法改正の指示を行った当時の内閣は何か。重原喜重郎内閣、第一次吉田茂内閣。重原喜重郎内閣。第一次吉田茂内閣は憲法公布当時の内閣です。憲法問題調査委員会の提出した憲法草案を何というか。憲法改正要項、憲法草案要項。憲法改正要項、憲法草案要項は高野岩三郎、森戸達夫らによる憲法研究会が作った憲法草案です。マッカーサー草案の参考とされました。日本国憲法が公布されたのは何月何日か。5月3日、
11月3日。11月3日に公布され、半年後の5月3日に施行されました。1947年、全国の市町村に置かれた警察のことを何というか。国家地方警察、自治体警察、自治体警察。国家地方警察は自治体警察が置かれなかった地域に置かれた警察です。経社生産方式で生産拡大の軸となった基礎産業部門は何か。石炭・鉄鋼、繊維・金属。石炭・鉄鋼、繊維・金属は特殊景気の中心となった産業部門です。戦後、軍人が家庭に戻ることを何というか。引き上げ、復員。復員、引き上げとは海外在留日本人が帰国することです。片山哲内閣が連立を組んだ政党はどれか。日本進歩党、民主党。民主党、日本進歩党が解消されて民主党となりました。片山哲内閣が連立を組んだ政党はどれか。日本共同党、国民共同党。国民共同党、日本共同党が解消されて国民共同党となりました。芦田仁志内閣を組織した際の芦田仁志の所属政党はどこか。日本社会党、民主党。民主党。124、冷戦と占領政策の転換。国際連合は最初何カ国で発足したか。48カ国、51カ国、51カ国。48カ国は日本がサンフランシスコ平和条約を結んだ国の数です。共産主義封じ込め政策を遂行していたアメリカ大統領は誰か。トルーマン、ルーズベルト、トルーマン。アメリカは西洋の経済再建のために何を実施したか。マーシャルプラン、NATO、マーシャルプラン。NATO は西側諸国の集団安全保障機構のことです。1947年、ソ連を中心に結成された情報交換組織を何というか。コミンテルン、コミンフォルム、コミンフォルム。コミンテルンは国際共産党のことです。大韓民国の初代大統領は誰か。イ・スンマン、パク・チョンヒ。イ・スンマン、パク・チョンヒは日韓基本条約当時の韓国大統領です。朝鮮民主主義人民共和国の初代首相は誰か。キム・イルソン、キム・ジョンイル。キム・イルソン、キム・ジョンイルは小泉純一郎首相と平壌で会談を行った人物です。第二次吉田茂内閣を成立させた政党は何か。日本自由党、民主自由党。民主自由党、後に自由党と改称します。1949年に行われた GHQ 顧問による緊縮財政指導を何というか。ドッジライン、
シャウプ韓国、ドッジライン。シャウプ韓国は税制改革です。シャウプ韓国で課税方式の中心とされた税は何か。間接税、所得税、所得税。食料不足に対処するためのアメリカによる資金援助を何というか。エロア資金、ガリオア資金、ガリオア資金。エロア資金は占領地の産業復興を目的として提供された資金です。国鉄三大怪事件に関与したとされる政党は何か。日本共産党、日本社会党、日本共産党。1950年、朝鮮戦争の勃発に伴い組織されたものはどれか。警察予備隊、保安隊、警察予備隊。警察予備隊は後に保安隊に改称されました。125、日本の独立。政府や政党が主張した条約締結姿勢は何か。全面講和、単独講和、単独講和。全面講和は日本社会党、日本共産党が主張しました。サンフランシスコ講和会議に招かれながら参加しなかった国はどれか。インド、ソ連。インド、ソ連は参加したが条約に調印しませんでした。サンフランシスコ講和会議に参加したが調印しなかった国はどれか。ビルマ、ポーランド。ポーランド、ビルマは招かれながら参加しなかった国です。サンフランシスコ講和会議に招かれなかった国はどれか。チェコスロバキア、中華民国。中華民国、中華民国は中華人民共和国とともに招かれませんでした。またチェコスロバキアは参加したが調印しなかった国です。サンフランシスコ平和条約とは別に平和条約を結んだ国はどれか。インドネシア、ビルマ。ビルマ、中華民国、インド、ビルマとはサンフランシスコ平和条約とは別に平和条約を結びました。1952年、日米間で結ばれた協定で駐留軍に基地を提供することなどを定めたものを何というか。日米行政協定、日米地位協定。日米行政協定、日米地位協定は1960年に発行された協定です。日本が保安隊を自衛隊に移行したのはある協定に基づいて行われたものである。その協定は何か。日米相互防衛援助協定、日米相互防衛援助協定。日米相互防衛援助協定、米軍基地反対闘争が起こった石川県の地名は何か。内灘、砂川。内灘、砂川は米軍基地反対闘争が起こった東京の地名です。126、
55年体制。造船疑国事件で逮捕が決定されたが、指揮権の発動により逮捕されなかった当時の自由党幹事長は誰か。佐藤栄作、田中角栄。佐藤栄作、田中角栄は1970年代にロッキード事件で逮捕されました。1954年に結成された鳩山一郎内閣の与党はどこか。日本民主党、民主党、日本民主党。民主党は鳩山一郎の孫の鳩山幸男内閣の与党です。憲法改正を実現させるため、鳩山一郎内閣が設置したものは何か。憲法調査会、憲法問題調査委員会。憲法調査会、憲法問題調査委員会は GHQ の憲法改正指示を受けて設置された機関です。1955年、日本社会党が再統一された当時の党首は誰か。浅沼稲次郎、鈴木茂三郎。鈴木茂三郎、浅沼稲次郎は1960年に暗殺された日本社会党委員長です。保守合同が行われた当時の自由党の総裁は誰か。緒方竹虎、吉田茂。緒方竹虎、吉田茂はこの時自由党の総裁を辞任していました。1956年、日ソ間の国交を回復させるために結ばれたものは何か。日ソ基本条約、日ソ共同宣言。日ソ共同宣言、日ソ基本条約は1925年日ソ間の国交を樹立された時の条約です。平和条約締結後に日本に返還することが約束された島はどこか。国後島、色丹島。色丹島、国後島と択捉島の返還は定められませんでした。1955年に始まる経済ブームを何というか。神武景気、岩戸景気。神武景気、岩戸景気は1950年代末から1960年代頭にかけての好景気です。1960年、社会党右派が分離独立して結成された政党は何か。社会民主連合、民主社会党。民主社会党、社会民主連合は1970年代に結成された政党です。127、高度経済成長。1963年から64年にかけての好景気を何というか。イザナギ景気、オリンピック景気。オリンピック景気、イザナギ景気は1960年代後半の好景気です。1964年、日本が八丈国に移行したものは何か。 IMF、GATT。 IMF、GATT は11条国に移行しました。日本が OECD に加盟することによって自由化が義務付けられたものは何か。資本、貿易。資本、貿易の自由化は1960年に義務付けられました。日韓基本条約が締結された当時の韓国の政権担当者は誰か。イスンマン、パクチョンヒ。パクチョンヒ、イスンマンは大韓民国が建国された当時の大統領です。
沖縄返還を合意したアメリカ大統領は誰か。ジョンソン、ニクソン。ジョンソン。沖縄返還協定は何年に調印されたか。1971年、1972年、1971年。沖縄返還協定が調印された翌年に沖縄は返還されました。沖縄の祖国復帰の当時の総理大臣は誰か。佐藤栄作、田中角栄。佐藤栄作、田中角栄は沖縄の祖国復帰の直後に総理大臣になりました。新潟水俣病はどの川の流域で起こったか。阿賀野川、神通川。阿賀野川、神通川では痛い病が起こりました。1971年、公害行政を一本化するために発足した省庁は何か。環境庁、環境省。環境庁。環境省は2001年に設置されました。1967年、東京都知事選に当選した革新首長は誰か。見延辰吉、見延良吉。見延良吉、見延辰吉は見延良吉の父で、天皇機関説を唱えた人物です。128、高度経済成長の終焉。アメリカ大統領ニクソンが1971年に発表した政策は何か。新経済政策、ニューディール政策。新経済政策、ニューディール政策は1930年代に出された政策です。日中共同声明を締結した当時の内閣総理大臣は誰か。佐藤栄作、田中角栄。田中角栄。石油危機のきっかけとなった戦争は何か。第四次中東戦争、湾岸戦争。第四次中東戦争、湾岸戦争は1990年代に起こった戦争です。石油危機の際、OPECは原油価格を何倍にまで引き上げたか。3倍、4倍、4倍。第二次石油危機の時、さらに3倍に引き上げられました。1976年、自由民主党の一部が離党して結成された政党は何か。新自由クラブ、日本新党。新自由クラブ、日本新党は1990年代に結成された政党です。129、1980年代の日本と世界。1980年代前半、アメリカのレーガン大統領が目指していた政策は何か。新経済政策、新保守主義。新保守主義、新経済政策は1970年代の経済政策です。防衛費を国民総生産の 1% 以内にすると定めたのは何内閣か。三木武雄内閣、中曽根康弘内閣。三木武雄内閣、中曽根康弘内閣が 1% 枠を突破しました。
1985年の円高が急速に進行するきっかけとなった合意は何か。プラザ合意、ルーブル合意。プラザ合意。ルーブル合意は1987年の円高に歯止めをかけるための合意です。プラザ合意を決定した会議のことを何というか。 G5、 G7。 G5、 G7 はルーブル合意を行った会議です。1989年に結成された労働組合を何というか。総評、連合。連合。全日本民間労働組合連合会に総評が合流して結成されました。1988年に発覚した疑獄事件を何というか。ロッキード事件、リクルート事件。リクルート事件。ロッキード事件は1970年代に発覚した疑獄事件です。東西冷戦の終結が決定した会議は何か。マルタ島会談、ヤルタ会談。マルタ島会談。ヤルタ会談は第二次世界大戦中の会談です。130、1990年代以降の日本と世界。 PKO 協力法案成立のきっかけとなった戦争は何か。イラン・イラク戦争、湾岸戦争。湾岸戦争。イラン・イラク戦争は1980年代に起こった戦争です。細川護熙内閣を組織した際の細川護熙の所属政党は何か。新政党、日本新党。日本新党。新政党は畑勉の所属政党です。日本社会党の村山富市は自由民主党とどこの政党と連立して内閣を組織したか。新政党、新党先駆け。新党先駆け。日本社会党に対抗して野党が合同して結成した政党は何か。新政党、新進党。新進党。新政党を中心に結成され、後にこの政党を中心に民主党が結成されました。橋本龍太郎内閣は消費税を何パーセントに引き上げたか。 5%、 7%。 5%、 7% に引き上げたのは安倍晋三内閣です。鳩山由紀夫内閣が結成される直前の自由民主党内閣は何か。麻生太郎内閣、福田康夫内閣。麻生太郎内閣。鳩山由紀夫内閣の次に結成された民主党内閣は何か。菅直人内閣、野田佳彦内閣。菅直人内閣。131、戦後の文化と生活。1960年代にノーベル物理学賞を受賞した人物は誰か。江崎レオナ、友永慎一郎。友永慎一郎。江崎レオナは1970年代にノーベル物理学賞を受賞しました。1980年代に
ノーベル化学賞を受賞した人物は誰か。利根川進、福井健一。福井健一。利根川進はノーベル医学生理学賞を受賞しました。日本ファシズムの精神構造を究明した政治学者は誰か。川島武義、丸山正夫。丸山正夫。川島武義は放射解学者です。不慮記の作者は誰か。大岡昌平、野間博。大岡昌平。野間博は真空地帯の作者です。 YouTube 金谷放送、そして朗読娘で公開中の本家本元日本史一問一答聞き流し動画に新作が出ました。その名も得点差のつく問題編。県庁寺線と天龍寺線、経済録と経済要録、堀田正俊と堀田正義、あれこれどっちだったかなというものを厳選。ややこしい問題はよく出ます。ややこしい問題は得点差がつきます。つまりよく出るもので得点差をつけていく日本史の最終兵器。問題は受験生なら誰もが持ってる日本史 B 一問一答完全版から厳選。監修は著者の金谷俊一郎先生。さらにワンポイントアドバイスもついてて頭にしっかり刻み込めます。最初は等倍で選択肢を見て答える。だんだんスピードを上げて最後は2倍速で。次に今度は選択肢を見ないで答えを出す。これもだんだんスピードを上げて最後は2倍速で答えられればもう完璧。本家本元日本史一問一答聞き流し動画、得点差のつく問題編、近現代編開国より、すべて無料で続々公開。金谷放送、そして朗読娘。